スポーツイメージキャラクターハマリンです。どうぞ。ハマリン、こんにちは。ハマリンという名前の由来は、横浜浜っ子の浜、バス、地下鉄の車輪の輪、それとハマリン何、あ、そしてもう一つ、港横浜の浜ということで、海のマリンの意味もあるとハマリンが言っています。ハマリンの丸い形は何をイメージしているかと言いますと、バスと地下鉄に共通している車輪をイメージしています。そしてオレンジ色の頭は温かさ、思いやりを、鼻と眉毛の Y 字状の部分は横浜の Y を、帽子と白い手袋はイメージしています。それでは遊びに来てくれたお友達をハマリンと一緒に紹介したいと思います。まずはじめはフラオチさんです。どうぞ。フラオチさん、こんにちは。今日はどこから来てくれたの？フラオチさんはなんと福島県いわき市から来てくださったそうです。フラオチさんはいわき市の皆さんをはじめ全国の皆さんに知らなきゃ損ないわきの情報を発信しているいわき観光情報ナビゲーターなんです。フラオチさんの本名はいわきフラジローって言うんだよね。フラオチさんの頭にはいわきの文字が入った手ぬぐいを乗せていつでも温泉気分です。フラオチさんは温泉巡りが趣味だもんね。それにしてもフラオチさん、ランニングの日焼け跡がすっきりしているけど、こんなに日焼けしているってことはまた大好きな競輪に行ってきたんじゃない？それとも最近始めたフラダンスを外で練習しているせい？そんなに特訓しているようには見えないけど、スパリゾートハワイアンズのダンサーみたいに踊れるように頑張らなきゃね。スパリゾートハワイアンズをはじめ楽しい観光施設がいわき市にはいっぱいあります。フラオチさんのいる楽しさいっぱいのいわき市に皆さんもぜひ一度足を運んでみてください。フラオチさん、ありがとう。それはできるだけゴミを出さないこと。イオは顔がマイバッグになっていて、いつもマイボトルを持ち歩いています。お気に入りのものを持ち歩くと楽しい気分にもなりますよね。マイボトルやマイバッグを持ってゴミを減らしましょう。次に紹介するのがミオです。ミオ、こんなにウエストが引き締まってて羨ましい。ミオ何？なるほど、この引き締まったウエストはゴミをイメージしているんだね。じゃあゴミが減るほど細くなるんだね。なになに？だけど絶対ご飯を残さないのが自慢だって。そっか、食べ残しはゴミになっちゃう。食べ残しや買ったのに使わないで捨ててしまうもの、いろんなもったいないをなくせばゴミも減らせるね。皆さんももったいないをなくしてゴミは分別、いいよとみーよのためにもぜひご協力をお願いします。いいよみーよ、どうもありがとう。紹介するのは横浜市水道局のキャラクター、浜
山梨県道志村といえば横浜の水源の一つだね。とっても美味しい水のそばで生まれ育ったなんて羨ましいな。道志川の清流水を詰めた横浜市のオフィシャルウォーター、浜っ子道志ザウォーターは市営地下鉄の自動販売機でも販売しているよね。その浜っ子道志ザウォーターの売り上げの一部は水源の森の整備の費用に活用されているんだ。ということは飲むだけで水源の森を守ることにつながるんだね。マピョン、なになに、まだ言い足りないことがあるの？10月17日は横浜の水道のお誕生日。ああ、横浜は日本で初めて近代水道ができた年なんだよね。皆さんもぜひ近代水道は横浜が始まりを覚えてくださいね。浜